皆さんこんにちは、40代初心者のフォートナイトです。チャプター5シーズン1でソロでビクロイできたので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速行ってみましょう。初動は NPC のナンバー18に会いに行きます。まあ過疎地なので人は来ないと思います。ショットガンがあったので取りに行きましょう。初心者はオートショットガンの方がおすすめです。私もオートショットガンがあったら交換します。誰かいますね、ボットだと思うのですが、念のため警戒しましょう。死骸が1枚もないけどね。戦うしかなさそうです。全然当たらないな。動きは人っぽかったですね。死骸もないし当てたもん勝ちだったね。また誰か来ましたね。バイクだし、これは人、確定だな。階段1枚で引いてくれましたね。オートショットガンの連射力で打ち勝ちました。外で充填していますね。意外とここ人気なのかな。回復してスナイパー持ってきました。あそこに悟空がいます。スナイパー撃っちゃったので行くしかないな。建築しているし完全に人ですね。回復したそうなのでその前に突撃しましょう。お、逃げていくぞ。ラッキーだな。建築しないで逃げると完全に的になってしまうので危険です。壁張って逃げられないなら囲って戦われる方が嫌だな。ラマがいたので砂で開けてみました。2発で開きました。砂玉の補給ができたので助かりました。あそこで戦っていますね。砂で狙ってみます。撃つ瞬間に止まることが多いので相手が撃つまで待ちましょう。あれ？こっちに来ちゃいました。これで割れたのでだいぶ有利に戦えます。登るのは苦手なので相手を落とします。ちょっと追いつけないのでショックウェーブ使います。相手の方が建築うまそうだな。いつの間にか足音が2つになってますね。欲が来たようです。よくはシールドもなかったのでボットだったみたいです。浮遊島に来ました。だいぶ人数も減って残り12人です。建築遅すぎない？いや初心者だしこんなもんでしょ。お、誰か来たぞ。建築バトル開始ですね。これで上から攻撃しましょう。相手がハマったおかげで楽勝だったな。また玉が来たな。今度は上から降りてきました。落ちちゃったので一旦撤退します。また別の人が来たみたいで戦っています。砂で位置を狙ってみます。ストームも来ているので飛び出してくるはずです。お、向こうも砂で狙っているな。もしかしたらこちらに向かってくるかもしれないので警戒しておきましょう。危な、後ろからも撃たれたな。浮遊島からの人を狙ってこっちに来ちゃいましたが、さっき後ろから撃ってきた人を警戒した方が良かったです。なんとあそこの物資から撃ってきたみたいです。この後思いがけずに戦闘になりますが、オートショットガンの連射力で勝ってしまいました。これで7人目ですね。思ったより人と遭遇するな。あそこで戦っているので砂で玉しましょう。
戦闘が終わっても回復する時間を与えないように、なるべく早めに近づきましょう。こっちにも一人いるぞ。あれ？どこ？こっちはストームに飲まれるので玉を優先します。後ろから撃ってきたので壁張って確認しましょう。思ったより遠いですね。結構遠くまで足音しますね。こっちも戦闘終わっちゃいましたね。ストームの人は後回しにして、こっちから先に狙います。これであと一人です。さっきの浮遊島の人でしょうか？砂でビクロイ狙います。久しぶりに砂でビクロイ取れました。最後は、もっと遠かったけどね。そうだね、浮遊島の人と最後に戦うと思ってたからね。思った以上に人と遭遇しましたが、なんとか勝つことができました。40代でも勝てるような動画を作っていきますので、ぜひ、チャンネル登録・高評価をお願いします。バイバイ。